アドベンチャーはイギリス海軍が建造した機雷不設用の巡洋艦で同型艦はない。本艦はイギリス海軍1922年度計画において構成的に機雷を敵地に投下するために駆逐艦よりも大型の船体に軽巡洋艦並みの航続性能を持ち多数の機雷を搭載できる不設艦として設計された。このために本艦は軽巡洋艦並みの 約6.700トン台の船体に高高続性能を持たせるために、機関は4万馬力の蒸気機関とは別に、巡航用に7000馬力のディーゼル機関を搭載して、電気推進で航行できた。しかし、最大出力が低かったために、速力は28ノット台で高速とは言えず、手法も、駆逐艦並みの12センチメートル速射砲4門で、防御走行も低い本艦は、 戦力的価値が疑問視され、本来の任務に使うにはアドベンチャーすぎると酷評された。また、フランス海軍は対抗艦としてプルトンを建造した。本級の船体形状は同時期の軽重妙艦と同じく典型的な平ら板型船体で、艦減は高いが全く傾斜のない監視艦艦状に 12cm 速射砲を棒立てのついた 乾燥法画で1機、その背後から上部構造物が始まり、その上の波切り板の背後に4センチメートルポンポン砲が、並列で2機、上部に即虚偽を乗せた箱型の操打環境と簡素な三脚型の全部マストが立つ。船体中央部には後方に傾斜した日本煙突が立つが、後のカウンティ90巡洋艦のように2番に煙突のみ、太く。 その後部には前日のディーゼル機関の排気塔が密接して建てられた。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットが片元に3組ずつ計6組で運用された。船体後部には簡素なターの後部マスト1本と4センチメートルポンポン砲が並列で2機配置し、その後方に2番3番手法が直列に配置したところで、 上部構造物は終了し、後部甲板上に4番手法が1機配置された。機雷は、環境と後部マストの両脇に1機ずつ、計4機設けられたクレーンにより積み込まれ、船体内部に、大型機雷280発か、小型機雷340発が搭載でき、片弦1乗ずつ、計2乗のレールに乗せられて、トランサム型完備の2つの扉から投下される。 設計であったが、竣工後に、機雷不設に不適当であることが判明し、1932年に、巡洋艦型の丸い艦尾に改正されてレールは、片弦2畳ずつの、計4畳となり、扉は倍の4枚となった。本級は、マーク31887年型 12cm 速射砲を採用している、20.4kg の砲弾を、 行角20度で9050メートルまで到達させることができた。単素砲芽の不行は、行角20度、深く3度では、左右方向に360度旋回できたが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。発射速度は、毎分後から6発だった。これを単素砲芽で4機8門を搭載した。他に近接火器として、 ビッカーズマーク、A、と4 c m ポムポム砲を採用した。その性能は 0.37kg の砲弾を行角45度で 4570m、最大行角で 730m まで届かせる能力があった。これを4連装砲画で一機を搭載した。砲画の不行能力は行角80度、深く10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、 実際は上部構造物により社会を制限された。発射速度は、カタログデータは毎分450発である。ありがとうございます。